僕は僕だけじゃないですね、写実の絵描きはこの美術館ができたおかげで救われたっていうか、本当にありがたいことだと思ってるんですけど、それを最初、保木さんが美術館を作るっていう構想の時にお会いして、写実に限って作ってくださるっていうことで、まあ、そういう写実の絵がお好きだからっていうこともあるんですけど、で写実の絵の良い悪いは一体どこにあるんだろうとか、保木さんも常に考えて勉強されてるんですよね。頭下がったんですけど、それでそれと同時に僕が描きたいことをほとんど断面出しはなくてやらせてもらってる。もちろんちょっとダメだっていう絵もあるにはあったんですけどね、それはやっぱり一般常識でちょっと困るっていうような発想のものが多いですから、で僕が意欲的に考えることは全部やらせてくださるというか、何しろそのただ書くんじゃなくて、もう歴史に残る仕事をしなさいと、言っていただいてたんですよね。だからでもっともっとこう長生きされると思ってたし願ってもいたんですけれど、でこれはもうともかく上野黒一に書けって言われてたのに書けなかった。でもいろんな思いを込めて、で感謝を込めて書いているんですけどね。それで保木さんに捧げるという、まあ絵ではあまりそういうことはないですけど、音楽とか文学ではそういうことはしょっちゅうありますからね。この曲を誰それに捧げるとかね、絵でもあってもいいんじゃないかと、でそういうなんていうんですか、タイトルにくっつけて入れさせてもらったんですけど。一番僕にとっては怖い新しい大事なあれなんですけど、写実絵画っていうのは、僕が芸大入った頃はですね、写実です、全員がね。それで写実以外の絵を描いたら卒業させてもらえなかったんですよ。でもそれは僕今85でしょ、20引くと65年前ですか。その頃はだから、で基本はみんな写実でしたよね。デッサンを1年生は大体デッサンやって、まあ途中からラフが入ってきますけど、それもデッサンですからね。で2年3年も、その延長ですよね。だけど今は美術学校もうないですよね、写実ので。試験もないんじゃないですか、デッサン。あるところもあるかな、全然ないとは言えないですけど、東京芸大はないと思いますね。で世界の美術の流れ見ても、写実はもう過去ですよね。だから今更写実やったって、澤田光晴君が、彼はパリに長くいましたけど、もう随分前に電話かけてきて、パリにもう写実の絵を売る画廊がなくなったよって言ってましたよね。でまあ一番流行に敏感な
場所かも分かりませんけれど、どんどん動いていって、まあ久留米あたりから新しい写実になってきたかと思うんですが、それからもうどんどんピカソなんかは初期は写実的ですけど、崩していきますし、ブラックみたいになってきちゃったり、クレーのようになって抽象になっていろいろになっていきますよね。で完璧に過去です。だからまあそのスペインにはロペスっていう写実の、まあ僕と同い年なんですけど、僕よりちょっと先に生まれてますけど、彼がまだ頑張っていますし、そのせいかスペインは写実の絵描きは結構いますけど、で日本は全てに遅れてるから、今写実の絵描きは、まあ、結構法規美術館扱ってる何人か随分いますよね。でも大学ではもうそれはやっていませんし、本当に過去だと思うんですが、僕はだからなぜ写実をやるのかってよく聞かれますけど、まあドン・キホーテみたいなもんですね。過去に向かって前進しようって腹に決めてるんです。それはなぜかっていうと、精神の形、いろんな方法論で新しく持っていくのは現代アートがやってくれればいいんですけど、僕は写実にこだわる。過去に写実で本当にすごい世界まで行った画家が何人かいますよね。それはとんでもない深さまで行ったと思うんですけど、要するにそういう深さっていうんですかね、精神ですよね。それの一番深いところをまだ極め尽くしていないと。つまりゲーテ引っ張りますと、ゲーテは不可能だから信じられるっていう言葉を言ってますけど、使徒真実の中にその言葉があるらしいんですけれど、不可能なだから信じられるっていうのは、それなんだかみんなわからない、そこに向かって僕はやってみたいと思うんですね。で、フーコーだか誰かがそれを受けて言ったような感じで、不可能に挑戦しようっていうようなことを言ってますよね。まあ僕はそういう意味で自分をどこまで超えて、もう一つ超えて、もう一つ超えて、不可能と思えた本当深い世界、そこへ写実ならでき、それが、まあ、僕の場合ですけど、ずっと写実やってきましたから、でできるんじゃないかと思ってこだわってやってるんですけど、ただ残念ながらもう85になっちまったんで、これからどうなるか分かんないですけど、ただこれからが僕の仕事だと思いたいんですよね。でこれからちょっとある意味のいろんな挑戦をしていこうと思っております。構想もできてます